こんにちは、えっちゃんです。はい、今回はですね、プラバンを使ってガチャガチャ風のアクセサリーを作っていきたいと思います。まあね、ガチャポンみんな好きだと思うんですけれど、あれ見た目も可愛いんですよね。後ろにほらね、これね、この前使ったガムボールガチャ、こういうデザインのアクセサリーを作っていきたいと思います。材料はこちら、プラバン、UV レジン、マッキー、以上です。まずはじめにプラバン用紙、こちらをですね、だいたいこれぐらいの手のひらサイズに切っておきます。トースターで温めた時に4分の1のサイズになるので、完成した時のサイズはこの切った時の4分の1になると思いながらサイズを作ってください。切った紙にあとは油性マジックを使ってガチャガチャの絵を描いていきたいと思います。はい、このようにできたらこの周りをきれいにハサミで切っていきます。このようにカットできたら、あとはですね、お好みでここに穴を開けてもいいと思います。はい、こんな感じに穴を開けてみました。穴を開ければ後でキーホルダーなどにすることもできます。同じように何種類か作ってみましょう。はい、こんな感じにですね、4つぐらい作ってみました。透明のプラバンだとこんな感じになります。これを続いてトースターで温めていきます。続いてトースターに入れていくんですけれど、くしゃくしゃにしたアルミホイルの上にですね、先ほど作ったこのプラバンを入れます。これを閉じたら、中が縮まるまで温めていきたいと思います。はい、あったかくなってきました。ライトがつきました。どうかな、縮まるかな。お、縮んできた縮んできた縮んできた。丸まってからの、もうちょっとかな、もうちょっと。これでこれがね、まっすぐ伸びてきたら触れて出しますよ。じゃん、これをまっすぐに伸ばすように重たいものなどで伸ばします。はい、ということでこのようなね、指ぐらいの大きさのガチャポンが完成しました。これだけでもね、結構可愛いんですけれど、このようなね、お菓子にかける、まあなんかお砂糖菓子みたいなものを使って、このガチャガチャの中に入ってるカプセルとかみたいな感じに可愛く中に入れていきたいと思います。まずは UV レジン、こちらですね、太陽光だと1時間で、 UV ライトだとね、だいたい5分ぐらいですかね、で固まるものなんですけれど、これを塗ってその上にこのシュガーを置いて固めていきたいと思います。たっぷりめに結構置いておいた方がいいらしいです。はい、こんな感じにね、中に入れられました。そしたらね、これは今回はですね、太陽光に置いて、まあ、1日放置してみて固めてみたいと思います。はい、1日経って完成しました。はい、結構こんな感じでキラキラぷっくりしています。これはマジックで中のカプセルを描いたものなんですけれど、これ以外にもこのシュガーを入れたタイプの方もとっても可愛いです。中にね、お菓子の砂糖が入ってるんで、いや本当に入っている感じがするんですよ。で、しかも今回はこの穴を開けていたものなので、キーホルダーにもなりました。他にもね、ピアスやイヤリング、まあアクセサリー系にできると思います。こうやっていろんな色や形、デザインで作っていくととっても可愛いと思います。はい、ということでこんな感じでとっても可愛いストラップやキーホルダーが作れるこのプラバンのアクセサリー作り、皆さんもぜひ試してみてください。こちらね、レジンを使うことによってこのぷっくり感が出るんですけれど、このぷっくり感を利用して中にいろんなものを閉じ込めてみても楽しいと思います。それでは皆さん、この動画が面白かった、楽しかった、作ってみたい、またねこういうのがやってほしいなっていうのがありましたら、高評価コメントよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。まだボンボン TV をチャンネル登録してない方は、ここのロゴを押してチャンネル登録よろしくお願いします。